赤いママクータ。昔大層な長者がおった。蔵には米がぎっしり、小豆や麦もぎっしりと詰まっていた。ある時、長者の庭に干してあった小豆が盗まれた。長者は腹を立てて犯人を捕まえようと、目の色を変えて村中を探し回った。すると小作人の幼い子供が遊んでいたので、長者は声をかけた。お前、今朝何を食うたかの。女の子は答えた。赤いママ食うた。何？赤いママだと？長者はぎくりとしてもう一度聞いた。おめえ確かに赤いママ、小豆まんまを食うたのだな。うん、食うた。女の子はこくりとうなずき答えた。長者は喜んだ。それ見ろ、なんぼ親は知らねえ顔をしてても子供は正直じゃ。あの野郎踏んじばってくれる。長者は女の子の父親を追って畑へ行った。そして有無を言わさず屋敷へ引っ立てて、小豆泥棒を捕まえた、小豆泥棒を捕まえたと村中に言いふらした。小作人の方では身に覚えのないことだから悔しくてならない。オラじゃねえ、オラは決して盗みはしねえと必死で訴えたが、長者は聞く耳を持たず、ますます腹を立てた。それならば証拠を見せてやるわ。長者は下人に命じて小作人の幼い娘を裁きの庭へと連れてきた。長者は女の子に聞いた。おめえ今朝何食った？女の子は答えた。おら、赤いママ食うた。ほーれ見ろ。長者は勝ち誇って言った。おめえはこれでもしらを切る気か。小作人は顔色を変え、嘘つくな。誰がおめえに赤いママだと食わしたと娘を怒鳴った。ほらとこじゃ葉月ママなど一遍も炊いたことがねえ。小作人は長者に向かって叫んだ。ほら盗みだとしねえ、絶対に盗んじゃいねえ。こやつまだ言い張るのか。長者の顔はみるみる真っ赤になり、鬼のような形相となった。それならば証拠を見せてくれる。長者は矢庭に子供をひっ捕まえ、刀で腹をざっくりと切り裂いた。ほれ見ろ。長者は怒鳴ってからあっと息を呑んだ。子供の腹からは一粒の小豆も出てこなかった。赤い小豆と思ったのは百姓の食う赤い冷えだった。それを子供は冷えと言えずに、赤いママ食うた、赤いママ食うたと言っていたのだった。悲しい東北地方の
お話です。